はいえー、お疲れ様です。10月7日、正午のコインゲッコの時間でございます、えー。扱ってるコインがまたちょっと増えてですね、1 4747になりまして、取引所の数はほぼ同じですね、1205ということです。時価総額がちょっと増えましてね、345兆円まで上がってきました。やっぱり復活の兆しということで、ここまできたんでしょう。ビットコインのドミネーションが54.2%。 どうもビットコインにね、すごく明るい兆しが見えてきたっていうのは、あの、前回も新聞報道などで紹介させてもらいました。イーサリアムはちょっと置いてきぼりになってるみたいで13%維持してるわけですけども、さあ、他のコインはどうでしょうか。え、ビットコインね、950万円に迫っております。今、急回復してるところですね。で、イーサリアムももうすぐ40万円ということなんですけども、リップル、こちらの方が80円を回復して、まだね、一時期みたいに90円、100円っていうレベルは見えてきません。 さあその他カルダノですけども45円まであ54円まで上がってきてね、えー、この後が楽しみだなというところもあるんですけども柴犬はどうでしょうか0.002円7円この辺を変わっていかないかなというところです、まあ、0.005円ぐらいまでね、えー、迫っていた時期もあったんですけども、まあ、柴犬もブームが過ぎたというところなのかなと、まあ、ただやっぱりこう柴犬って日本国内でも手軽に買えるコインでもありますしそれから実績としてね イーロン・マスクのイロン法によって50万倍になったっていう、まあ、そういった経緯がありますので今後もちょっとだけ、ね、期待していきたいなというところですね。ははい、じゃあ今回は以上です。